がセンターに弾き返しています。さあそしてこの試合一時は逆転のタイムリーツーベース、2打点の市川が入ります。谷口さん、はい、どうぞ。そのタイムリーに関してはですね、なんとか食らいついていこうと思ったことが結果につながったと思いますと、そして今日先発の新垣選手の初勝利もかかってますし、チャンスの場面だったので逆転することができてよかったですと新垣選手のことを話してますね。これはこれも右中間か、破っていくか、破っていった。さあ一塁ランナー石川慎吾は三塁回ってくる、三塁回って勝ち越しのタイムリー、いずれもキャッチャー市川の打点につきました。これでまた新垣に勝ち点、これ勝ち勝利の初勝利に向けての1点が入ってきましたが、左中間の後は今度は小宮山さん右中間でした。まあ狙い打ちでね、甘いところ来たのしっかりとしたシーンができているので、ちょっと田村のミットからは高め、それを右方向に持っていきました。これで市川は3打点になります。両チームの打点はこの2人の選手だけ。